ボーンマスは29日、トルコ代表 FWNS ウナル27をヘタフェから完全移籍で獲得することを発表した。契約期間は4年間となる。まとめ、海外移籍最新情報を思うら。商報をチェック。ウナルは、母国のブルサスポルの下部組織出身。2015年7月にマンチェスターシティへと完全移籍すると、ヘンク、ナックブレダ、トゥベンテとレンタル移籍を繰り返し、2017年7月にビジャレアルに完全移籍する。そのビジャレアルでもレバンテ、レアルバジャドリーとレンタル移籍を繰り返し、2020年8月にヘタフェへと完全移籍。今年2月からボーンマスにレンタル移籍で加わった。ウナルは、プレミアリーグで16試合に出場し2ゴール2アシストを記録。FA カップでも1試合に出場。今シーズンは膝の前十字靭帯の負傷を負っていたが、しっかりと回復してプレーに復帰していた。